レオンハルト・レヒナーは、ドイツの作曲家、楽譜編集者、南チロル出身。オルランド・ディラ・ソー支師事、イタリア音楽、特に、ベネツィア学派の技法の影響を受けながら、輪郭の明確な上部旋律、ホモ・ホニー的な構成など、独自の世俗歌曲を作曲した。これらは、ドイツリートの源流となった。同時期のドイツの作曲家に、ハンス・レオ・ハスラーがいる。 レヒナーの確実な出身地は確かでないが、レヒナー本人が部分的に用いたラテン語系の姓、アシスイネスから南チロルのエッチタール出身であると推察される。レヒナーは1570年頃までランツフートに所在のバイエルン宮廷礼拝堂に少年聖火隊員として雇われていた。それまではミュンヘンの宮廷礼拝堂の聖火隊員であったと推測されており、 おそらく同地でラッススに支持したに違いない。しかも、イタリア起源の作曲法の成果がラッススにはあったのだ。レヒナーは遅くとも1575年からニュルンベルクに現れており、その地で、曲集、モテット集、モーテクテソクライによって自作の最初の出版符を発表した。それに加えて、ニュルンベルクの聖ローレン通学園にも勤務するようになる。ドイツリート曲集は、 ニュルンベルクの音楽協会のために作曲され、合唱指導も行ってた。この地でレヒナーは、ニュルンベルク出身属管楽器奏者、フリードリヒカストの未亡人、ドロテイアカストイコールレーデラーと結婚してもいる。1584年の初めにレヒナーは、ホーエンツォレルンハクアイテルフリードリヒの宮廷学長の、職に就く。しかし、別の務め口を探すために、時期にヘヒンゲンの地を去ってしまう。 公園ツォレルン伯爵に投獄される恐れがあったので、ビュルテンベルク公、ルートビヒのヒゴのもと、バックナングに避難した。ビュルテンベルク公爵によって、差し当たりテノール歌手として雇われた後、1589年に、宮廷作曲家に、ついで1594年には、宮廷楽長に任命された。この地位によってレヒナーは、知名度を極め、宮廷楽団は、 レヒナーの指導のもとにその名が遠方まで知られるに至った。レヒナーは死後、この地で盛大な葬儀によくしている。レヒナーの最も大きな重要性はドイツリートの発展にある。ラッシュスとは対照的にレヒナーはこのジャンルにおいてイタリアのビラネッド様式に非常に多くの影響を受けている。レヒナー作品の講師は愛と死についてのドイツ語格ことドイチェンスプルシュ。 本令弁ウント,ト・とートである。プロテスタント教会音楽においては、とりわけ、ドイツ語聖歌のさらなる発展と、受難曲、我らが唯一の贖い主にして救い主なるイエス・キリストの、受難徳能の物語イストリアでアパッションウントで、ライデンズ・アンサース・エニゲン・アールザース・ウント、セレク・マチャース、イエズ・クリスティによって、後の世の多くの受難曲の作曲家に手本となるものを、残した。 ありがとうございます。